ベニクラゲです。お願いします。お願いいたします。いきなりなんですけど、はい、じゃあ今度おしゃれな美容師で髪の毛切ろうかな思って。そうですか、うん、でもやっぱああいうとこって緊張するやんか。確かにね。だからちょっと練習しとこうかな思って、うん、練習、うん、だから俺がなお客さんやるからお前美容師やってくれへん、うん、あかん、9割しか理解できへんかった。できてるやん。どうもアンビシャスです。よいしょ。ありがとうございます。すごいたくさんのお客さんでね、ありがとうございます。ね、イエーイ。あれあれ、クマやんな。気づかれてないみたい。静かに落ち着いて。クマ、それ4年のと一緒やから静かにして。最近ではね、はいはい、自分 その応援してる対象のことをね、うん、推しって言ったりするでしょ。あ、そういう言い方しますね。僕もね、うん、もう10年ぐらいずっとね、推してる対象がいましてね、うん、あ、そうなの。ありがとうございます。お願いします。みんなー、はい、ハッピーです。力こぶです。親知らず。親知らずを言ってるやん。え、じゃあお願いします。あ、お願いします。マジなのよ。ほんで、すいません。あ、親知らず抜いたんやね。はい、ちょっとね、ふっくらしちゃった。元からこぶ。いや、お前それはちゃうわ。あ、違います。めっちゃ痛いねんで。どうもサンパウロです。お願いします。よろしくお願いします。サンパウロと申しまして、竹谷とケンシロウでサンパウロと申します。よろしくお願いします。すごいしっかりと。よろしくお願いします。本当にね、よろしくお願いします。言ってます。初めまして。近いね、近いね。ファンファーレと熱狂です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃうねん、僕に旅行行こうもちゃうねんって。何に対して何やん。落ち着け。落ち着こ。あのさ、はい、あの僕さ、あのどんな物語でも、うん、この重要な3つの単語を言ったら、うん、その何の物語を言ってるか、その伝えることができる。物語を伝える、うん、どういうこと。回します。あ、もう上げて上げて。邪魔します。お、なんか結構綺麗にしてんねんな。うん、あの、まだ引っ越したばっかりしな。うん。あ、ちょっとうちトイレ行ってくるから、全然ここでくつろいどいて。あ、ありがとう。どうも、フードルです。お願いしまーす。山下とメラちゃんの2人、フードルです。お願いします。お願いします。まあ、ちょっと髪を切りまして最近。どこ切ってんの。俺たち放課後ボーイ。腹減ったなぁ。あれ、キモラやねん。おい、キモラ。キモラ。え、ちょ、来いや。え、読んだらさっさと来いや。すいません。どうも、金目鯛です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。ちょっとノッポが金目鯛のマキシと言いまして、いらっしゃい。こっちのちっちゃいのがですね、はい、上田直と言います。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい、将来やねんけどさ、うん、俺らが売れたら、うん、コンビでラジオなんかしたいなと思うね。あ、よろしいっすね。あ、はいはい、なんなんです。もも悪くないと思うね。ももちゃんが言うなら悪ないな。私と仕事どっちが大事って言っちゃった子、もう悪くないと思う。待って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 。何何何。いやいや、それを言うのは恋愛でご法度ですよね。いやいや、京都の田向かい、愛知の源泉、沖縄のめから3人揃って選手。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、いやちょっと僕ね、不安なことあるね。不安なこと。何ね、将来売れたらね、はい、特番とかに出してもらう。特番出たいね。たちまちです。お願いします。いや、あのね、うん、こうモテる男になるためには、うん、時にはこう女性に対して、うん、優しい嘘をついてあげるっていうのがやっぱ大事やと思うんですよね。お前も。もう俺も。俺が言ったから。谷口です。田中です。風数屋です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。時計さん。何してんの。時計さんって何。いや、俺前も言ったんやけど、この世の中で一番頑張ってんのは時計さんなの。え、何言ってんの。クント構造で職人と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張っていきましょうね。なあなあ、ごっつん。ああ、おくんやで俺。
どうもドーナツピーナツです。お願いします。ありがとうございます。ドーナツとピーナツで、ドーナツピーナツと申します。はい、お願いします。あのちょっとね、うん、僕あの芸歴重ねていってね、あのこう師匠って呼ばれるぐらいの芸歴になったらちょっと弟子取りたいなと思うんですよね。あ、師匠になって弟子取るのはめちゃめちゃ本当にいいやん。だらだら薄っぺらいこと言うなお前。